フィギュアスケート男子で五輪2連覇を達成し、現在はプロスケーターとして活躍する羽生結弦が、8月4日に公式 SNS で結婚を電撃発表し、大きな話題となった。ネットには祝福の声とともにショックの声も溢れた。そこで今回は10から50代の女性100人に、結婚を聞いて、ロスを感じたイケメンについて聞いてみた。第3位、6.0% は、羽生結弦、中村道也、三浦翔平が同率でランクイン。羽生結弦は、8月4日に自身の公式 SNS で結婚を発表。相手は明らかにしていないが、プロに転向した今も、競技者としての過去も、人間として未熟な私ですが、皆様からのたくさんの応援や期待、そして視線から計り知れないほど大きな力をいただいてきました。本当にありがとうございますと、ファンへの感謝を綴った。頭が真っ白になった。独身を貫いて欲しかった。43歳、女性、金融関係。そんな気配がなかったのでびっくりした。27歳、女性、王子様も普通の人だったと思った。52歳、女性、公務員。突然すぎてショックだった。27歳、女性、学生、フリーター。中村道也、水ぼくちゃんなら仕方ない。中村道也は、3月に日本テレビの水ぼくまみアナウンサーと結婚したことを発表。公式 X、旧 Twitter で、生活に彩りと安心をもたらしてくれる、春風のような方です。今後はより一層仕事に集中し、しかし時にはきちんと休みながら、作品を通して皆様の人生に彩りを届けられるよう誠実に努めてまいります。変わらず見守っていただけたら嬉しいですとコメントした。後日、水ぼくアナが総合司会を務める朝の情報番組、ZIP、日本テレビ系に生出演し、夫婦共演を果たしたことも話題になった。中村は今期、ドラマ、はやぶさ消防団、テレビ朝日系で結婚後初の主演を務めている。独身貴族だと勝手に思っていたのでびっくりした。43歳、女性、公務員。水ぼくちゃんなら仕方ない。28歳、女性、公務員。相手が水ぼくちゃんだったので、とても嬉しかった。でも中村さんも好きだったので、少し悲しかったが応援したいなと思った。38歳、女性、主婦。まだ独身でいて欲しかったなと思ったし、せっかく売れてきているのにもったいないように感じてしまった。27歳、女性。三浦翔平は、2018年7月に自身のオフィシャルファンクラブサイトで、キリアミレイと結婚したことを報告。仕事仲間として同じ時間を過ごすうちに、お互いの人柄に惹かれ、結婚を意識したお付き合いをするようになりましたと、経緯も説明した。8月19日に妻のキリアがインスタグラムに、三浦が作った桃の冷製パスタの写真をアップしたことが話題になった。三浦は今期、ドラマ、ヤワ男と片子、テレビ東京系で主演を務めている。少し寂しい。28歳、女性、総務、人事、事務。言葉にならなかった。32歳、女性、主婦。キリアミレイが相手なら、しょうがない。37歳、女性、総務、人事、事務。マジかと思ったけど、祝福する。33歳、女性、第2位は、みんなのアイドルじゃなくなってしまう。嵐、桜井翔。第2位、7.0% は、嵐の桜井翔。桜井は、2021年9月にメンバーの相葉雅紀と共に、ジャニーズ事務所の公式サイトで、それぞれ結婚したことを発表。所属事務所によると、相手は一般女性だという。後日、月曜キャスターを務める、ニュース、ゼロ、日本テレビ系でも、今まで応援を続けてくださったすべての皆様が、そのすべてを受け入れてくださっているわけではないということも理解しているつもりです。だからこそ改めて応援いただけるよう、自分のやることに精一杯取り組んでいきたいと思いますと、意気込みを語った。今年2月には第一子が誕生している。みんなのアイドルじゃなくなってしまうと思った。30歳、女性、営業、販売。少し寂しい気持ちはあったが、ずっとファンだったので、私生活をさらに充実させてほしいし、これからも応援したいと思った。35歳、女性、主婦。意外だった。28歳、女性。幸せになってほしい。31歳、女性、営業、販売。寂しいけど、年齢的なこともあり、仕方ないと思った。52歳、女性。第1位は、ファンじゃなくても、落ち込んだ、福山雅治。そして第1位、
18.0% は、福山雅治。福山は、2015年9月に吹石和恵と結婚。友人関係から始まり、数年前よりお付き合いが続いていく中で、いつしか人生を支え合う存在として意識するようになりました。二人とも、ほぼこの仕事の世界しか知らず、未熟なところも多々あるかと思います。ファンの皆様をはじめ、スタッフや関係者の皆様にご指導ご鞭撻をいただきながら、ささやかながらも明るい家庭を築いていければと思っておりますと敬意を報告した。ずっと独身だと思っていたのでショックだった。48歳、女性、総務、人事、事務。ロスな気分になった。53歳、女性、主婦。まあ仕方がない。33歳、女性、会社経営、役員。もうファンクラブもライブに行くのもやめようと思った。55歳、女性、主婦。結婚するイメージがなかったから驚いた。49歳、女性、総務、人事、事務。ファンでもないのになぜか気分が落ち込んだ。53歳、女性、独身の砦だった池おじ俳優ランクイン。結婚を聞いて、ロスを感じたイケメン。第6位以下はこちらから。画像、失神する、ファンじゃなくてもショックを受けたトップロス。イケメンのヤバすぎ流し目。